ちろんセラピストもね、まあ、人の心とかそういった部分も扱うお仕事なので、うん、とても慎重にそういうことはできる方なのかなって思うんですね。ちょっと面白いのがこっちの、頭脳線と生命線の始まりなんですけれども、くっついてるのかな若干、はい、でこっちは離れてるんですね。離れてますね。もともと持って生まれているのは、まあ、ここがくっついてる人の方が日本人は圧倒的に多いんですけど、いわゆるこの離れ型っていうのは、あの具体的な変化とか右手見ていくと、あのこういう人って大胆なことが平気でできちゃうだから小さくまとまってちゃダメなので、うんうん、自分でこうどんどん、なんていうのかな、思いついたらやってみるっていうのも一つ、うんうん、運を開いていくポイントかもしれないですよね、はい。